はい、今回はですね、年末この車で恒例の遠距離ドライブですね、ロングドライブを行ってきますが、私どもが初日だいたいいつもどんな感じで、車中泊しているのかっていうのをお伝えしようと思っています。こちらデリカ D5 ですね。まずはシートを倒していきます。この通り、中がこのような汚れたらこの後部座席を倒していきます。フラットになります。こちらがマンガの寝袋2つとサーマレストのですね、マットです。こちらを敷き込んでいきます。実はこの大きさがですね、それぐらいの、小さいサイズに、なりますので、収納はかなりコンパクトになります。まず片方だけですね、ちょっと、やってみたいと思います。このように、マットですね、マットと、寝袋というような形になります。これをあと両側ですね、行う形になります。手前はちょっとまだ今マット敷いてませんが、2つ、敷き込むとこんな感じですね。十分もう1つ間にですね、入ります。私は3人家族なので、こちらで3人で、寝ることができるようになります。こんな形で、泊まることができます。まあ、今回もですね、初日、夜出発して、途中ですね、静岡天の湖あたりで休憩ができればと思っております。デリカ D5 の車中泊の模様です。一応運転席助手席はそのままの状況で、後ろがこんな風にですね、ゆっくり、快適に、泊まることができます。はい、ちなみに普段はですねこんな感じで、3列目は使っていません。3列目はですね、1段跳ね上げて私の大好きな BD1 の自転車とこちらですね、椅子をこのように倒してお買い物した時の大物はここにですね上に置いたりしていますね。そんな形で、使っております。以上、デリカ D5 でした。